前田敬司の活躍で石田三成は絶体絶命の危機を脱した。敬司はこの騒ぎで直江兼続と知己となり、その主家上杉に仕官する。敬司は上杉領内で海賊が暴れていると聞き、自らの力を示すべく、そして何よりも退屈しのぎに海賊討伐に向かうのだった。海賊たら行きじゃないね。真の意志見せてやるぜ。第3話海賊討伐戦、かぶくぜ。
が手伝せ。潰しちまいな。助けてくれ。俺らの船だ。海賊になんか渡せねえ。やろうどもだからまた2回で逃げてやんな。
刑事その力天下に勝つ。友よ、三成よ、雪村よ、私は勝っている。お前たちも勝ってくれ。獅子による義の時代を築くのだ。伝令、石田三成様、関ヶ原にて敗北して、三成は行方も知れませぬ。兼常、そうだな、私にはまだやることがある。死の匂いを嗅ぎつけて山犬の王が迫っている。私は愛する兵たちを守らねばならぬ。当てにされてるってことかね。無論。前田刑事は海賊を討伐した。この一件により直江兼次は刑事を友と呼び、無二の信頼を置くようになる。数年後、兼次は天下を伺う徳川家康の不義を憎み、親友石田三成と挙兵する。東西で家康を挟撃戦としたのである。だが策は成功しなかった。家康は西へ向かい、関ヶ原で三成を破る。破れた三成の所在は依然不明であった。絶望に打ちのめされる兼次、その背後に家康の相馬である伊達政宗の魔手が迫る。刑事は友を守るべく死に立った。友のため死に立つ、戦人の血が踊るぜ。第4話、長谷堂の戦い、歌舞伎ぜ。
ヶ原は我ら東軍の勝利、天下の流れは決した。家康様に逆らった愚かな上杉に思い知らせてやれ。いなき敵に愛する上杉の兵をやらせはせぬ。我が首、身を誘ってみよう。
伊達軍先駆け留守まさかげ剣山上杉逃がさぬ逃がせろ行きな通せないね俺がいる限りだこ
これが戦に前田刑事の力よ。死んで責任を取ろうってんだろうが、それでいいのかい？三成が聞いた。三成が処刑前書きを勧められ、体に触ると断ったって話も聞いたよ。三成は最後まであんたと語らった志を諦めなかったんだ。あんたにはまだやることがあるんじゃないのかい？どう考えておられましたか。我らの友の志はまだ死んではいない。
前田慶次の活躍で直江兼次らは長谷堂の戦いに勝利、伊達政宗の魔手を逃れた。兼次は関ヶ原で廃止した石田三成の志を継ぎ、家康の子秀忠が守る徳川の本拠江戸城を真田幸村と共に九州戦とする。刑事も彼らの義に友情に感じ入り、友兼次と共に江戸攻めの陣中にあった。だがその江戸へ西から軍を介した家康の大軍が迫っていた。天下をかけたこの一戦、前田刑事一世一代の大歌舞伎だ。第5は江戸城攻略戦、ド派手に歌舞伎ぜ。私は我らが受け継ぐ。天下を家康の好きにはさせぬ。バカな、天下はすでに我ら徳川のものだぞ。刑事は北、雪村は東、私は西から攻める。よっしゃ、気合い入れて暴れるか。いざ天井に勝負。の敗北を覆す。そして亡き友三成を討ち、火の世を築くのだ。やがて殿が関ヶ原より軍を率いて戻られます。それまで耐えるのです。徳川の意地を見せなさい。義の名のもとに乱を起こし、三成の仲間を討つのです。石は突破したぞ。義の旗のもと、私に続け。我が奉仕、頼みで知っていただきます。ここから先は一歩たりとも通せません。悪いな、それでも通してもらうぜ。
一足遅かったか。これ以上の狼藉は許さぬ。全軍進め。汚い家康、これより江戸城を拠点に迎え撃つ。景勝様には天守にお越しいただきたく、お早く。当たった。
天守へお進みあれ。このままではまずい。援軍を。Ha ha!
私のために片付けない。もう崩れていくな。戦は始まったばかりだ。望むところだ。これが戦に前田刑事の力よ。統一も遠くはないぜ。根っからの戦人だな。太平の世が来たらどうする気だ。俺は変わらない。好きなように生きるだけさ。